皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントです。さてさて皆さん、 VR 生活楽しんでますでしょうか。今日はですね、ザ・クライムというゲームを紹介していきます。このザ・クライムなんですけれども、景色とかロッククライミングを楽しむことができるオキュラスクエストの VR ゲームとなってます。かなり評価がいいゲームということなので、正直めっちゃ楽しみにしてるんですよ。で、あとね、今日は VR をさらに楽しむための一工夫をしてみたので、後々紹介します。もしよかったらそちらも参考にしていただきたいです。ではでは、本日もよろしくお願いします。よし、ザ・クライムやっていきましょう。よし、では登っていきたいと思います。おー、高っ、すごいな、これはすげー、景色がめちゃくちゃ綺麗、すごい。では登っていきましょうか。この手で、よいしょよいしょ、よいしょ。これね、握ってると粉がだんだんなくなってくるので、たまに補充してあげないと落ちてしまうんですよ。こんな高いと、うわ高っ、怖っ。こんな高いと、うわすごっ、マジで怖いいや、ほんまに怖い。これね、ちょっと気抜いたらほんまに落ちるんですよ。これがチェックポイントみたいな感じで、死んでもここから始めることができるポイントです。上か、よいしょよいしょ、うーふふふ、あーすごいな、あ怖っ。これ実際こんなことようやるな、むちゃくちゃ怖い。これが本物って考えた瞬間、足がすくむよいしょ、あーやばいやばい、迫力が。トリガーを引いて掴んでるんですけど、両手をね上に上げて掴むから、正直ほんまに手が疲れるんですよ。だん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 、そら普通のクライ、ほんまにクライミングやるのに比べたら全然だと思うんですけど、むちゃくちゃね腕がだるくなってきます。あーすごい、うわ、どんな手の力してんの。なんかちょっと調べてみたら、握力はねそんなに重要じゃないらしいんですよ。なんか一般的に言う握力っていうのは、物を握りつぶす力、クラッシュ力っていうらしいんですけど、それはあんまり必要ないみたいで、この指の形を保持する力、保持力やったかな、とピンチ力っていう、ハンドボールみたいなのをこう手を開いた状態で持てるような力がすごく重要になるらしいです。あれ、よいしょ、答え、怖い怖い怖い、あ危ない危ない、よいしょよいしょ。 A ポイントがもうすぐなのかな、多分 C まであるはずなんです。あれ、次どっち行ったらいいの、あら、わからんくなった。わからないときはコントローラーの B ボタンを押すと、一応、お、危ない危ない危ない、あー怖い怖い怖い、よいしょ。どうやらこっち見た、あーあっちか、オッケーオッケーオッケー、あ、よし、 A 地点に着いた、足場がある、よいしょよいしょ、あ怖っ。見てこれ、これ即死やね、うわ怖っ。マジで行きたいけど行きたくないやっぱすごいな。よし、じゃあどんどん登っていきましょう。
しょ。どこ？このロープ？怖い怖い怖い。嘘やろ。落ちる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 。怖い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 。僕が持ってるゲームでナショナルジオグラフィックスっていうゲームがあるんですよ。それはナショジオの記者に自分がなって、雑誌のために南極とかマチュピチュに綺麗な写真を撮りに行くっていうゲームなんですけど、南極のステージがね、僕すごい気に入ってて、そのシーンの途中に氷の絶壁をピッケルを使って登っていくシーンがあるんですよ。それがまさにこのクライムのゲームによく似てて、僕このクライムに食いついたんですね。もしよかったらまたナショナルジオグラフィックスも紹介していきたいなと思ってます。やっぱりね、こう旅をする系の VR ゲームっていうのは僕好きで、なんかね、その場所の感覚を味わえるというか、本当におすすめですね。あ、また怖くないって分かってんのに怖い。わあ、すごいよ。家帰りたい。一応ね、このゲーム今のところステージが3箇所ある。あれ、よいしょよいしょ。あ、そうそうそう、ステージが3つあります。これが2つ目のステージ、多分キャニオンって読むと思うんですけど、よいしょ。1面がね、ちょっと中国っぽい雰囲気のところで、2面がここで、3面がアルプスになってます。で、難易度がいくつかあって、難易度によってね、ちょっと景色というか天気が違って、夜だったり明るかったりするみたいですね。モードを変えると、このずっと握ったままでも落ちないモードっていうのもあったりして、まあゆったり景色を楽しみながら登ることもできたりします。で、ランキングもねあるみたいで、世界ランカーを目指すのも面白いかもしれないです。よいしょ。怖い。お金があるってこと。おお、来た。足場が欲しい。よいしょ、やった。よいしょ。登ってるな。ちょっとね、懸垂しとこうか。すげえ、俺こんなとこで懸垂してる。ありえへん。よいしょ、こっちか。おし、地点来た。あ、来た、ゴール。いよいよキャニオンを制覇する時がやってきた。うわー、届くか。いよいよ、あと一歩。よいしょ。やったー。気持ちいい。おー、すごい。おー、すごいすごい。登った。登り切りました。いや、面白い。またまた VR の素晴らしさを体感することができました。これはいいわ。すごい。Does it feel different to be up there without a rope?
It's obviously... El Cap is the most impressive wall on Earth. It's the center of the rock climbing universe. We get interview questions about it all the time. Would you like to do that? Yes, for sure. アレックス、やば。ザ・クライムをプレイして思ったのが、とにかく景色が綺麗で、ロッククライミングを体験するゲームとしては、めっちゃよくできてるなって感じでしたね。VR でロッククライミングをより楽しむために、今回は事前にフリーソロっていう映画を見てみました。おかげでね、フリーソロの主人公のアレックスになりきったような気分になれました。いやこれねおすすめなんでぜひ皆さんもやってみてください。さてさて次回はですね夜の酒場でひたすらストリートファイトを楽しむゲームドランキンバーファイトっていうゲームを紹介します。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。最後まで見ていただいてありがとうございます。皆さんからのいいね、温かいコメント、チャンネル登録お待ちしております。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。